今回はね、レオパの三段章をね、作っていこうかなと思います。まあ、今からね、3日前、4日前ぐらいに、まあ、レオパが、ね、卵を産んでて、まあ、それがダメになってしまったんで、今回はね、まあ、ちょっとダメにしたくないんで、三段章作りをしていこうかなと思います。で、用意するのは、これ全部ダイソーで買った商品。だいたい20センチぐらいのタッパと、バーミキュライトと、赤田ぶつし。でね、まあ、ネットとかブログとかで、まあ、いろいろ、三段症の作り方とか、見たんですけど、まあ、これだけでいいよっていう人もいれば、まあ、水苔とかね。で、赤玉土とをちょっと引いてバーミキュライト引いた方がいいよとか、逆にバーミキュライトをふるいにかけて細かいやつは取り除いて、粒がね大きいやつをそのまま三段症にやった方がいいよとか、いろんな意見があるんですけども、まあ、今回は赤玉土をね、タッパーに1センチぐらい引いて、で、その上にバーミキュライトをね、2センチぐらい引いていこうかなと思います。赤玉土をね、この中に1センチほど引いていきます。で、赤玉土引いた時に、ちょっとね、湿らせた方がいいらしいです。まあ、こういう感じですね。はい。で、次にね、この上に、まあ、2センチほどバーミキュライトをね入れていきます。だいたいね、厚さで言うとこのぐらい、タッパーの3分の1ぐらいですね。またね、これに水分を湿らせます。手で握ってね、ちょっと団子になるぐらいって言ってたんで、まだちょっと水分が足りないんで、もうちょっとね、水分を与えていきます。はい、まあ大体こういう感じです。ちょっとね、まあこねたら土が固まるぐらいな硬さで、設定しました。で、これをね、あとはね、ケージに入れて、卵をね、産んでくれるまで待ちます。まあ、今回はね、初めての三段章を、レオパの三段章を作ったんですけども、まあ僕もね、見よう見まねで作ったんで、どれが正解かとかちょっとわかんないですね。まあ、これがいいよとか、まあ、デメリット、メリットっていろいろあると思うんですけど、今回はね、こういう感じで作ってみました。チャンネル登録、いいね、よろしくお願いいたします。無事卵が生まれますように。トーマでした。